大宮アルディージャ対アルビレックス新潟。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。そうですね。大宮としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくか見ものですよね。なるほど。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です。そしてピッチの臨場感を伝えてくれるのはフローラン・ダバディさんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。今映っている選手です。藤本、本日のキャプテンを務めます。さあ間もなくキックオフです。今開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ。これを返してもう一度。アレッサンドロ、詰め寄られた。矢野、本間、詰め寄られました。後ろからチェック。千葉、繋がらない。吉原、大事なところ。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。ダビ、チェックに行く。千葉、一人で抜き去る。おお。千葉、競り合った。回します。おっと、本間、おお。いいワンツーだ。放った。パンチング。さあチャンスを迎えた。細かいボールの奪い合い。中には4人。ヘディング、決められない。いい形で左サイドから攻めていきました。いや、いい形でしたよね。いいマークですよ。ここからパレッサンド、競り合った。内田、藤本、いいプレッシャーだ。サイド来ましたね。さあいけるか。ヘッドで弾き返した。ここは精一杯クリアします。3人も入ってきたんですけどね。さあ奪った。寺川、中盤の選手です。一瞬遅れましたね。前に送って。さて北澤さん、はい、アルディージャまだ得点はなく0対0。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。そうですね、パスの精度もありますけどもう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。中を見ている。右に送ります。積極的に行きます。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。ペドロ・ジュニオール、吉原、ここで逆に振った。頭、右方向へのクロスだったんですがここでは合わせられません。片岡、
前半の15分を回りました。片岡強い、激しいチェックが続きます。ここに永田、内田、ボールは右サイドへ。カビラさん、ホーム側ですけど中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。はい、ありがとうございます。いいチェックですね。ここは寺川チェックに行く、後ろからチェック、左へ出す、これは繋がらない、右に展開します。一旦はたきます。片岡、ここはしかしダビ、中央からいった、大事なところ、内田、ここはよく守りました。アレッサンド、矢野、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。右に出して競り合います。いいディフェンスですよ。これは危険なプレーです。頭で競り合います。激しいチェックが続きます。大きく横へ運んでいきます。フィジカル面強いですよ。アレッサンドロ、寺川、内田、まだコースを探しています。滑り込む、奪い返した、激しいチェックに行きます。スペースに出した、ペドロ・ジュニオー、これはファールです。このセットプレーはアルビレックスボールになります。行くか、攻め上がったんですがここはうまくいきません。アルディージャ、ここからの攻撃になります。さあ競っていく、片岡、藤本、まあうまいですね。競り合った、再び奪い返した、強引に行きます。真ん中から上がっていこうというところ、おお、これはペドロ・ジュニオール、思い切って打ってきました。思い切って打ってきましたね。あとは正確性ですね。ここでカット、おっとタックル、いいマークですよ。中央から上がっていく、さあ一人で上がっていきます。ここから鳩、左に送って、大事なところ、ダイレクト、うわ決まった、ゴール。前半の30分、アルビレックスアウェーで先行しました。千葉、うまく蹴り込んだ。スタジアム中が大歓声で揺れています。ここはね、見せてくれましたよね。そうですね、ご覧のように画面にはリプレイが出ています。そしてまた北澤さんですが、見事な先制点となりましたね。大宮としてはここからどんな形を見せるかですよね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。さあアルディージャ、先に点を許していますが北澤さんいかがですか。そうですね、大宮としてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、奪ってから非常にスピードアップした形でね、ゴール前までのいい攻撃が目立ってますよ。
先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。松尾横へ運んでいきます。落ち着いています。右へ出す、競り合った。アルディージャ防戦一方になってきました。ヘッド、ここで奪い合う。縦へのロングパス、ここで流れをつかみたい。いいですね、コース先読みしてましたよ。良い守りです。これは通りませんでした。細かいボールの奪い合い。長すぎました。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。そうですね。いくか。さあアルビレックス、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。アルビレックス得点のチャンスを迎えます。真ん中へ入れた、ヘディングシュート。アルビレックスチャンスを逃しました。結構いい形で入ってきたんですけどね。アルビレックス素晴らしい展開を見せたんですがチャンスを逃しています。いい守りを見せました。松尾縦に送ります。左へ回す。さあ固まっている。審判が急いで向かいます。これはイエローカードをもらってしまった。いやね、他でフリーになっている選手がいましたからね。そういったとこでしょうね。リプレイです。さ、狙ってきた。あー、これを決められない。しかし北澤さん、今のシュートいかがでしょう。いや、惜しい場面でしたね。頭でつなぐ。田中、いいプレッシャーだ。さあチャンスを迎えている。強い、いい攻撃、いい守りを見せました。さあ追加点になるか。ボレーだ。あーっと、ちょっとディフェンスライン崩されていましたからね。相手にしてはちょっと救われましたがね。はい、あの体勢から上げてきました。ヘディング、後ろからのマーク、激しいチェックが続きます。ガッとファールです。直接フリーキックです。叩きます。アルディージャ、さあここまで押し上げてきました。おお、ここで組み立てます。ディフェンスでした。ここはしかし片岡通りません。ダビ詰め寄られました。繋いで千葉、抜かせません。中央から上がっていった。本間うまくコースを塞ぎます。中央から上がっていく、競り合った、ここまで来た。ゴールの上に行きましたね。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、あそこで一人で上がっていきましたね。そうなんですよね、ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。ヘッドで競る、片岡詰め寄られました。おっと、前半終了のホイッスルです。北澤さん、何でしょう。アルビレックス前半に先制して折り返しました、いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。なるほど、それではここまでの動きを振り返ります。前半36、さあ後半がスタートしています。エンドが変わって右にアルディージャ、左にアルビレックス、プレッシャーをかけます。
小林、激しいチェックに行きます。二人がかりのマーク、ここは戻します。自分たちのリズムに持っていきたい。左へ回して少しずつ上がってきました。ファールとなりました。ヘディング通りません。右へ出した。チェックに行く。プレッシャーをかけます。右足からアルビレックス、ここはしっかりと守りました。ここは矢野、ペドロ・ジュニオー、壁を使う。おお。寺川、ディフェンスラインで回します。ここは大きくクリアした。ヘッドで競り合います。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。本間、詰め寄られました。田中、詰め寄られた。放送席、カビラさん。どうぞ。ダバディさん、ホーム側ですけど、控えの選手が動き出しました。何か仕掛けてきそうですね。なるほど。今レポートがありました。交代が見られるようです。新潟としては、まあ、ああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。さあ競っていく。小林、前ゆっくり送ろうという場面です。片岡、もう一回内田、どうする。さあ固まっている。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。後ろへ下げる。ここで組み立てていく。おっと、これは読まれていたようです。通りません。吉原、ここからあと一旦後方へ下げます。パスをつないでいく。チェックに行く。ここから千代丹田。おっと、いません。逆にこれはチャンス。いいところで受けた。競り合った。さあチャンスだ。あっと、危ないプレー。ここで両チーム選手を変えてきます。さあアルディージャ、守りの入れ替えを行います。そうですね、まあ見て分かる通り、これはディフェンスに力を入れたということでしょうね。後半も15分が過ぎました。千葉、左へ出した。左から攻めていきます。味方を探している。さあチャンスになると今行けますよ。いいパスが通りました。いいディフェンスだ。いいチェックだ。決めれば同点。危なかったですね。アルビレックス、ここからの攻撃になります。大宮としてはなかなか厳しいですね。後ろからチェック。ああいいカットですよ。キーパーパンチング、入った。アルディージャ同点になりました。吉原、的確な判断力が光ります。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、いいセンスしてますよね。ここはしっかりと決めてきました。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。
かし北澤さん、ここで同点ゴールが生まれました。大宮としては追いつこうという積極性が功を奏したんでしょうね。アルビレックス、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。いや本当にね、これで振り出しに戻ったということですからね、頑張ってほしいですよね。右から行きます、一人で上がります、右サイド、細かいボールの奪い合い、いいカットですね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。小林、アルビレックス、ちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもスペースがないということでスピードアップできてませんからね。なるほど、前に送る、左を使ってきた、軽く出して、おお、アレッサンドロ、今よろしいでしょうか。ホームベンチが慌ただしくなってますね。ここで2枚目のカード切ります。8番の選手を変えてきそうですね。なるほど、そうですか。右へ出す、寺川、ここには誰もいない、アルディージャ、再び選手の交代を行います。まあ交代する選手についてなんですけど、僕から見てるとためがねほとんど作れてなかったんですよね。そこが原因だと思いますけどね。そうかもしれませんね。片岡、アルビレックス、スペースを潰します、ミドルシュート、あー枠の右、後半30分を回ろうというところ、後ろへ下げる、右に送って、本間、競り合います。カビラさん、アウェー側動きますね。2枚目のカードを切ってきそうです。16番の選手を下げて代わりに23番が入るようですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。ボールは後方へ、アルビレックス、ボールキープしています。右から、これが通りました。大事なところ、今いける、さあシュートだ、もう一回、コーナーキックになります。寺川、ここで交代させます。離れていく選手についてなんですけど、やはりすぐにボール奪われがちでしたし、そうなると自然的に攻撃のためも作れなくなるんですよね。そういったところかもしれませんよ。なるほど、右へ行くか、ゴー、アルビレックス勝ち越しました。ニュネス、黄金の右足、最後は落ち着いて決めてきました。いや落ち着いてましたよね。画面ではリプレイをご覧いただいています。しかしこれで勝ち越しになりました。新潟としてはよくここでひっくり返せましたよね。さすがですよ。さあアルビレックス、ここでまた流れを掴んでいます。読まれた、早くも攻守が変わっています。アルビレックス、富田、今よろしいでしょうか。はい、ダブディさんどうぞ。両チームともに仕掛けてきそうです。はい、ここで交代の動きがありそうです。左サイドから上がります。
競り合った。まだ諦めていません。大事なところ。そこからダビ。中野。二人がかりのマーク。あーっと。シュート。これは入れたかった。しかし北澤さん、いや決定的でしたね。ちょっと焦っちゃいましたね。それまでいい動きはしてましたけどもね。森田、鈴木、そのままシュート、弾いた。今よろしいでしょうか。あ、どうぞ。ホーム側動きますね。4枚目のカードを切ってきそうです。13番の選手を変えてきそうですね。なるほど。今レポートがありました。交代が見られるようです。ペドロ・ジュニオール、ここで入れ替わります。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。スライディングタックル。おっと、ここでファールです。タイムアウト。イエローカードを受けました。さあ、この位置からのフリーキックです。いい位置でフリーキックを得ています。富田、必要なチェック、プレッシャーを与えます。アルビレックス、ここはしっかりと守りました。競り合った。さあ、後半40分を回りました。得点につなげたい。おっと、前に3人上がっています。縦に送ります。激しく奪い合います。アルビレックス、ボールを回します。桜井、さあ戻して、そのまま行く。ゴールゴールゴール。いやー、すごい、ほんとすごい。いやー、後半残りわずか、追いついた。アルディージャ、再び追いつきました。最後はやっぱりこの男、櫻井。見応えのある試合展開になりました。これ興奮しますね。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。さて、画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。しかし、これで試合は追いついた形になっています。大宮としてはよく追いつきましたよね。いずれにせよ試合としてはね、面白くなってきましたよね。さあ、残り時間はほとんどありません。しかし、ここで同点になっています。大宮としては落ち着いてボールポジションしていましたからね。素晴らしいですよね。そうですね。さあ、攻撃に注目です。後ろにはたいた。チェックきついですよね。ガビラさん、ロスタイムは2分です。なるほど、2分ですか。さあ、後半のロスタイム。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。下げて左へ送ります。片岡、入れば勝ち。細かいボールの奪い合い。後ろからさらに行く。さあ、前に2人上がっています。主審取りません。コーナーキックのチャンスとなります。
ここは何としてでも決めたいところですね。最後の勝負どころとなるか。頭で合わせた、入れれば勝ちとなる。ここで激しいバット打った。ここは一難逃れます。長い笛が鳴りました。タイムアップ、2対2、引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、試合の総括をしていただきたいんですが、いかがでしたか。はい、両チームの攻撃の起点の違いといいますかね、そういったところがよく分かる試合内容だったと思いますよ。非常にいいゲームを見せてくれたと思います。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半32分、アレッサンドロ、チームの不安を吹き飛ばす勝ち越しゴールを決めました。さらにまた重要な場面があったんですが、後半41分、桜井、いやもうギリギリのところで同点に追いつきました。シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。本日の試合は2対2、ドローでした。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。